しょ。一緒に戦うって？うん、私もロックみたいにかっこよく戦うの。ロール、この先のステージはそんなに甘いもんじゃないんだ。よくわかってるじゃないか、ロックマン。出たな、ブルース。このステージも甘くないってことを俺が教えてやろう。ね、ちょっと待って、ブルース。ロック止めても無駄だ、ロール。今日こそロックマンとの勝負、決着をつけさせてもらうぜ。そうだよ、ロール、ここはブルースと勝負だ。違うの、誰かが呼んでるのが聞こえるのよ。ロックマン、ロックマン。ユータ君。急に呼び出したりしてごめん。君たちに見せたいもんがあるんだ。絶対に楽しいんだから、お二人さん。日本のお祭りを見るのって初めてね。ロールちゃん楽しいでしょ。うん、それにあかねちゃんのお祭りのユニフォームとっても綺麗。あ、これ浴衣っていうの、ロールちゃんも着たかった？うん、秋になったら七五三っていうのがあるの。その時綺麗な着物着れるから、ロールちゃんも一緒にね。ほんと？ありがとう、絶対に約束よ。あ、お兄ちゃんたちだ。はーい。へえ、これがおみこしというものなの？みんなで一つのものを担いで汗を流すのが楽しいだろ。ロックマンにも楽しんでもらいたくて。僕は汗かかないけど。あ、そっか、ロックマンは僕たち人間と違ってロボットだったっけ。でも楽しいよ。ありがとう、ユータ君。わっしょいわっしょい。これが最高なのさ。美味しいものもいっぱい売ってるんだよ。すみません、どうして、お願い。お兄ちゃん、これ綿菓子って言うんだ。ロックマンもこれ食べてみる？僕が食べられるのはライフエネルギーだけだから。あ、そっか。アカネ、ロールちゃんはどこに行った？ほら、あそこにいるわ。ねえアカネ、二人を誘って本当に良かっただろう。ん、ロールちゃんも一緒で楽しい。ところでこの光の空間は何だ？ひょっとして外の世界への扉？誰か知らんが閉め忘れですよ。ならついでにわしも。いたたたた、誰だ？なんだブルースか、何をしている？ロックマンの帰りを待っているところだ。俺との勝負が残っているんだ。あんたの出番は次のステージ。おとなしく引っ込んでいな。素晴らしい計画を思いついたのだ。今度の作戦が成功すれば必ず日本を征服しロボット王国を作ることができる。お前も協力しないか？ダメだ、あんたをゲーム世界の外に出せばまた面倒なことになる。あ、そう。ブルース、わしは悲しい。お前こそわしを理解してくれておる唯一の味方だと思っておったのに。その手になるもんか。でもこれだけは分かってほしい、わしはライトなんか目じゃない、大天才科学者なんだ。やった、わしは嘘はつかん。ライトの欠陥タイムマシンなんかこのスカルカーに比べりゃ1万年遅れとるわい。ロックマンめ、今度こそ目にもの見せてやるぞ。バイディ。
聞いているか人間諸君、そしてロックマン。またゲームの世界から抜け出したのか。今度こそこの日本人たちにロボットの力を思い知らせてやるぞ。覚悟してろ。大変。ねえ、早く家に帰らないと。ブルース、しっかりして。何があったんだいブルース。後ろから突然光を受けて油断したぜ。よかった、ライト博士とタイムマシンは無事だよ。ライト博士。おお、ロック、またそっちへ行ってたのか。大変です博士、ワイリーがまたゲーム世界から抜け出しました。さっき花火の中にあの変な顔が出てきて、今度こそ覚悟してろって。ワイリーめ、またとんでもない悪さ。ロック、今ならまだ間に合う。早くワイリーを見つけ出すんじゃ。無理だな。ワイリーは新型のスカルカーに乗っていた。あのパワーには追いつけまい。新型のスカルカー。でも行ってみないことには。行くぞラッシュ。ラン。ロール、あとは頼んだ。うん、僕も行く。頑張ってお兄ちゃん。もう東京あたりにはいないと思うよロックマン。そうだな、明日から出直して全国を探してみよう。ラッシュ。ラン。あのワイリーの性格なら人が集まるところで目立つことをすると思うんだけど。考えられるね、ワイリーは目立ちたがり屋だから。お城のある場所は観光地になっているんだ。でも何も騒ぎはないよ。ワイリーはどこへ消えてしまったんだろう。今頃は何してるのかなお兄ちゃん。ダメだよ、あちこち飛び回ったけど見つからないや。エディ、ライフエネルギーを頼む。オッケー、ロックマン。ロック、いいものができたわよ。ロック、タイムマシンを修理しておったところだ。これを使って未来を見てくるといい。未来をですか。へえ、すっかり治ったんだ。また時間旅行ができるようになったんだ。そうか、未来を見てくればワイリーが悪いことをしたのがわかるね。きっと何かしてるはずよ、それを突き止めるの。ユータ君、残念だけどこれに君を乗せてあげることはできないんだ。危険なことになるかもしれないからね。あ、乗りたいのバレてた。これで OK、 セッティング終了よ。ロック、1年後の君の部屋に出ることになってるから1年後に会おうよ。うん、待ってるよ。私も。じゃあ行くぞ、タイムマシン発進。ここは1年後。ここは一体どこ。ユータ君の部屋に出るようにセットしておいたのに。変だな、設定ミスかな。ううん、ここは確かにユータ君の部屋の位置に間違いないわ。まさかこの場所が。なんてことだ、日本中がまるで廃墟と化している。あ、あれ見てロック、なんだあそこに浮いているのは。これは何。日本にあったものだ。どういうこと。ちょっと様子を見てくる。あ、私も行くわよ。ロールはここにいて。どうなってるんだ。ようこそロックマン。あ、ワイリー。
これが未来の日本の姿だ。やっぱりバイリー、お前の仕業か。ロックマンめ、こうしてくれるわい。行くぞ。まだまだ出てくるぞ、ロックマン。すごい数。このままじゃまずい。ダッシュ。はっ。元の時代に戻るんだ。ワイリーをやっつけなきゃ。私も戦うわよ。いいから早く出して。逃がすな。このまま追い詰めろ。これは未来のことなんだ。未来でワイリーを倒しても日本は元の姿に戻らないよ。そっか。もう一度過去に戻って歴史の流れを変えないと。日本が滅びていたって？嘘、信じられない。ロック、1ヶ月後の未来に飛んでみるのじゃ。はい、必ずワイリーの悪さを止めてきてよ。そうよ、日本が滅びちゃうなんて許せない。わかってる、任せておけって。一ヶ月後に来たわよ。ちゃんとユータ君の部屋だわ。ユータ君たちがどこにもいないね。本当綺麗な月だね。ほう、ユータにも風流がわかるようになったか。お兄ちゃんは月より団子の方が楽しみだったくせに。何をしているの？あ、ロックマン、それにロールちゃん。今お月見しているところよ。お月見？9月の今頃はとても月が綺麗に見えるんだ。日本人は昔からこうして月を楽しむんだよ。ねえ、1ヶ月経ったけれど何にも変わったことはないわよ。日本が滅びてしまうなんてロックマンの見間違いじゃないかな。そんなはずはないんだけど。あれ？せっかく綺麗なお月様が見えてたのに。ものすごい風、台風でも来てるのかしら。突如南の海上に発生した台風は勢力を強めつつ進路を九州から本州へ取り、今夜半にも関西地方に上陸する見込みです。これってワイリーの仕業じゃ。そんなことないよ。夏の終わりから秋にかけて日本にはたくさんの台風が上陸するんだ。珍しいことじゃないよ。そう、それならいいんだけどね。台風は勢力を強め、京都の街で大暴れしつつゆっくり北へと進路をとっております。ロックマン、もう寝ようよ。台風なんて珍しくないんだからさ。そのうち熱帯低気圧に変わって消えちゃうからさ。どうってことないよ。ねえ、本当にそうなのかしら。よし、またタイムマシンで1ヶ月後に行ってみよう。やった、最高の運動会日和だ。ロックマン、今日は何の日？運動会だよ。僕応援団長やるんだよ。ロックマンもロールちゃんもぜひ見に来てよ。私徒競走で一等取るから応援してね、ロールちゃん。うん。変わったことはなかったかい？それが。ゆうた、あかね、早くしないと運動会に遅れるわよ。はーい。まもなく関東地方に上陸する見込みです。厳重な警戒を。ロック、分かったぞ。ワイリーの新しい破壊武器は台風ローだ。じゃあ今来ている台風も。みんなワイリーが作ってる。
台風がこっちに来てる。ゆうたくん、これ借りるよ。ロール、台風を吹き返しに行くぞ。待って、ロック。ロックマン。ロック、うちわは強化できたぞ。これで台風も吹き返せるだろう。台風が日本に上陸する前に何とかします。ロック、台風はもう上陸したわ。タイムマシンで台風が上陸する前に戻るんだ。あれだ、ロール下がっていて、絶対に前に出てきちゃダメだよ。ロック、私だって、えい、アイリーメ、一体どこにいるんだ。ロール、大丈夫かい。ロック、お願い、来月は七五三なの。綺麗な着物着たいの。ああ、アカネちゃんと約束したんだってね。分かってる、必ずワイリーを倒してみせるよ。せっかく作った台風を、ロックマンめ、邪魔しよって。よし、こうなったらこの台風発生ロボ自ら史上最強の台風となって出撃だ。ロールちゃん、大丈夫かな。そうだよな。ロールはもう大丈夫だよ。七五三までには元気になるって。よかった、安心したわ。でもタイムマシンは元に戻らないんだ。もう過去に戻ることはできなくなった。じゃあ今度また台風が来たらどうするのさ。その時が決戦の時だよ。今度失敗したら日本は滅んでしまう。わからんわからん。ああそうだ、できたわよ。ロールちゃん、とっても素敵よ。とっても綺麗。あかねちゃんも可愛いわ。七五三はね、子供の成長を祝って男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の時に神様にお参りするの。私ロボットだから年は分かんないけど、今日は7歳。いいなそれ。ちょっとロックに見せてこようっと。ねえねえ、ロック、この着物見て。ほら、あ、来たよ、台風。え、台風？いよいよ決戦の時だね。ラッシュ、ビート、エディ、頼むぞみんな。俺も行くぜ。ブルース、元々は俺のせいでこうなったことだ。それにお前がいないゲームの世界は退屈だしな。ありがとうロール、今回君はここに残っていてくれ。分かってるわロック。ロール、似合ってるぜその着物。ありがとうブルース。九州地方に上陸した台風は勢力を強め、本州を縦断しております。各地で被害が続出。今回の台風は史上最大級。一体日本はどうなってしまうのでしょう。
上最強の台風ロボのパワーは日本を破壊し全てを飲み込み、この台風ロボ自体が新しい空中都市となるのだ。今までのとは桁違いの強さだ。大内輪を貸せ。風の通路を作ってやる。お前はビートに捕まって台風の目を目指すんだ。よし、わかった。えい。おう。今だ、行け。行くぞビート。ビート、頑張ってくれ。もう少しだ。大丈夫か？ここがもしかして未来で見たロボットの都市の土台が出来上がっている。やっぱりここがワイリーの本拠地だ。来たな、ロボットたち。あそこにいるんだな。ロックマンめ、だが今回負けるのはお前の方だ。ワイリー、もう逃げられないぞ。今のうちに負けを認めて、こんなことはやめるんだ。そういうことは台風ロボに勝ってから言ってもらいたいものだね。捕らえ台風バスター。どうだロックマン、逃げることしかできまい。何よ、ここで負けたら日本がユータ君たちの住む国がなくなってしまうんだ。負けられるものか。とうとうくたばったかロックマン。おやおや、しぶといなロックマン。しかし次で終わりにしよう。わしも忙しいんだ。もしかして残っているエネルギーを全部ロックバスターに変換すれば。おどめだロックマン。ロックバスター。あ、やっぱりダメか。あ、少量散るぞ。海の底へ消えろロックマン。なんだ？ブルース！ブルースのやつ、いつも肝心な時に邪魔をしよって、なんてやつだ。俺の大内輪とロックバスター同時に行くぜロック。よし、わかった。こうなりゃ二人まとめて始末してやるわい、台風バスター。またゲームの世界に戻されるのか。そんなにゲームから出たいならまた出してあげるよ。え、出してくれる？ただし今回の後始末をちゃんとしてもらってからだけどね。ロックマン、どうしちゃったんだろう。ちっとも帰ってこないね。ワイリーと一緒に台風ロボの被害に遭ったところを全部回って直してるのよ。でもロールちゃん、もう1ヶ月経っちゃったよ。あれ、雪が降ってきた。わー、素敵、ホワイトクリスマスになる。日本の人たちもクリスマスを祝うの？うん、サンタクロース大好き。あ、サンタさんだ。うわー
なんでわしがこんなことしなきゃならんのだ。今までやってきたことの罪滅ぼしだよ。くそ、今度はサンタロボで日本を征服してやる。あ、それならいいかも。幸せを振りまくロボットなら日本の人たちも歓迎してくれるんじゃないかな。ジェーン、そんなのつまらんわい。